はい、ということで、モスバーガー大船渡店で買ってきました。ナリモスバーガーになります。こちらが結構重量感ありますね。岩手限定の発売ということで、どういう感じになっているんでしょうか。あー、ちょっとね、見た目がね、ちょっと崩れちゃってますね。僕の持ち方が良くなかったんでしょうか。ちょっと崩れちゃってますが、めちゃくちゃ美味しそうですね。うまっ。うん、これはうまい。ボリューム満々ですね。中身が充実しまくってて、こう手で食べるのが結構難しいっすね。でもめちゃくちゃうまい、これ。
はい、ということで買ってきましたブルーコーンさんのフライドチキンですね。おお、いいですね。これはめちゃくちゃ食べやすいんじゃないですかね、キャンプ飯。うん、美味しい。うん、うん、あ、めっちゃスパイス効いてるな。うん、うん、うん、うまいっすね。はい、ということで買ってきました、大船渡の煙さんの大船トッツォになります。あれはやばいですね。うまっ。うん、鮭が入っております。うまっ。なるほど、スプーンもついているのでこれですくってまた食えるわけですね。いいですね。うまっ。マジでこのうまい部分を、うまっ。あ、これ鮭となんかたらこ、なんかすんげーうまいぞ、とにかく。うん、いや、これうまー、これすごい食べ応えもあってめちゃくちゃ美味しいです。大船渡の煙さんの大船トッツォ、これはマジでうまいです。